はい、こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日の動画はね、これです。じゃん、カスタム中のハイキャパね、ノーマルのシャーシは交換済み、グリップの部分も交換済みの状態になってます。うん、まあいろんなパーツ入ってます。トリガーも変わってるしね、マガジンキャッチも変わってるし、まあでもシアーだのその辺は全然変わってないんだけどね。でも一気にパーツ組んで大抵動かなくなるよねっていうね、大抵は動かなくなるって状態なんですけど、動くよね。ただおかしいよね、もうね、グリップセーフティーを押さずにあのトリガー押せるもんね。うん、そういう部分、まあセーフティーはかかるね。うん、セーフティーはかかるけど、なんかちょっとおかしい。でこれね、ディスコネクタを押しながらだとちゃんとトリガー空振りするしいいよねっていう、これこの動作だけちゃんとできれば打てるんじゃないとかって思うんだけど、なんかね、なんでスライドを一回取り付けるととにかく動きませんので、動かなくなっちゃいますのでね。ここはまだいいんだよ、ほらハンマー落ちるじゃん。スライド引いてここもちょっとやばいよね。うん、ほらもうハンマー落ちなくなったよね。ほらディスコネクタが戻らなくなるんだよね。うん、これ何なんだろうね、何が原因なんだろうねっていうあのこれをちょっと究明していかなきゃいけない。まあ、原因わかんないかもしんないけどね。うん、パーツを調整してどうのこうのとかってそういうもんでもないような、まあ最終的にはパーツを調整しなきゃいけなくなるんだけど、なんかね微妙だよねっていう感触で、もうこのディスコネクタが戻らなくなっちゃう。こうなるともうお手上げで、本当にハンマー周りバラさないと復帰しないんでねまあ治らないかもしんないけど、なんとかしないと使えないんでなんとかしていこうみたいな、そんな感じです。まあな、ね、なんでこれどうなんだろうねっていう、今すぐパパッとどうにかはできないんで、部品一個一個元に戻したりしながら、どの部品が良くないのかとかチェックしていくしかないのかなというところですね。まあ、ディスコネクタがこう動かなくなった状態だと結局もうスプリングハウジング抜いて、でこうセーフティも上に上げちゃってね、で結局このスプリングも取れちゃうじゃないですか。もうここまでバラさないと、でグリップセーフティをちょっと外してとね、こういうとこまでバラさないと、もうここまでバラせば結局シェアスプリングも外すことになるんだけど、でそのここまでやってシェアを引いてやらないとハンマーがこう落ちる状態にならないね。これ困るねこいつ単体だとちゃんと動いたのにね。パーツ入れ替えてみちみちやってみますけど、何が原因なんだろうね。まあシャーシ元に戻せばちゃんと動くんじゃないと思うんだけど、ちょっといろいろやってみます。まずフレーム、まあシャーシだね、元に戻して試したらまたディスコネクタが戻らなくなったね。これなんだろうね。うん、そうするとこのグリップ側が良くないのかな、そのトリガーバートの当たりが悪いとか、なんか気になるね。ガスカップレバー側の僕の組が悪かったかな。まあいろいろ試してみますさて、なんとか治りました。うん、なんとか治りました。なんだろうね、何が原因だったのかっていうと、トリガーバーが入ってますよね、こいつの歪みが原因でした。うん、単純に言うとこれはさ、ここにこうやって入ってますよね。うん、でこうスムーズにこう動くわけだけども、トリガーバーを、まあ、トリガーを交換するときにね、ここのロールピン外して打つんですけど、ここのロールピンが硬くてピンポンチでコンコン叩いてるうちに、トリガーだけにね台を当てて抜けばよかったんだけど、これちょうど当たるんだよね。
なんでちょっとここが歪んじゃってたんだね。だからこうつけた時にここがね後ろにちょっと飛び出してたんですよ。だからグリップセーフティーも機能しなかったよね。今はね機能するんですよ。グリップセーフティーを押さなきゃトリガー引けないし、グリップセーフティーを押せばトリガー引けるね、うん、こんなまあ分かってみればあっけない視野周りがあれだったのかなとかね。例えばライラックスのこのシャーシがどっかちょっとおかしいのかなとか思ったりしたんですけど、そうではなかったかなというところです。でスライドをこう取り付けて、でねちょっとポイントがあるとしたら、そのこれ、スライドストップがね、こいつがこいつの脱着がとにかくなんかすげえ大変になっちゃった。硬くてコツがいるし、何が原因なのかいまいちわかんねえけど、油がもう塗ってどうのこうのとかってそういう感じでもなさそうなんだよね。まあ入りましたけど、これ取るの通常分解がねちょっと大変みたいな感じです、うん、ね、スライドを引く。これねハンマーがちょっと引っかかるんだよな。スライド引く、トリガー引く、ハンマー落ちる、トリガー握ったままスライド引く、あでトリガー離すでカチッとディスコネクターが上がる音がする、もう一回打てると。これ大丈夫かな。マガジン入れてちょっとガス入ってるんでね打ってみますか。うん、スライドストップも効く。おう、案外ちゃんと動くね。ちょっとびっくりしてる。スライド側はさ別にそんなに部品入れてないからなんともないんだけど、フレームがもうごっそり変わってるわけじゃないね。だからもしかしたら動かねえんじゃねえのみたいな、マガジン入れたら変な動きするんじゃないみたいな感触でしたけど、動くね。うん、動くわ。おお、リコイルも来るしね。いいな、これで完成。あ、完成じゃねえんだわこいつのこの三角形の部分がね邪魔して入らなかったの。これちょっとこいつぶった切って、じゃあ取り付けてみようか。これ入れて動けば完璧というところまで持っていこうです。